ジュリオ・チェザーレは、イタリア海軍が第一次世界大戦前に建造した、土級戦艦。コンテディ・カブール級戦艦の二番艦。艦名は古代ローマの独裁艦、ガイウス・ユリウス・カイサルのイタリア語読みに由来する。第二次世界大戦直前に大改装を実施し、高速戦艦に生まれ変わった、ジュリオ・チェザーレの浸水式の写真。ジュリオ・チェザーレは、アンサルド社に発注されて、 ジェノバゾー戦所で1910年6月24日に気候、1911年10月15日に浸水、1914年5月14日に竣航した。1915年5月24日、イタリアは第一次世界大戦に参戦した。この日、本艦はターラント港で艦隊機関、コンテディカブール、両艦レオナルド・ダヴィンチ、 ダンテ・アリニエーリと共に第一戦隊に配備されていた。しかしその後、第一次大戦中に大きな作戦に参加することはなく、もっぱら、ティレニア海とヨーニア海の間で、戦団護衛任務か、オトラント海峡封鎖任務についた。1923年8月、スペイン国王は、1920年代後半にコンテディカブールとジュリオチザーレは二隻とも近代化改装が行われ、 不評であった三脚式の前帆柱は四つ足式に改められて煙突の前に配置され、頂上部に射撃砲位板が設置された。また、環境の上部にフランス製の三段速競技が装備された。その後は練習下任務に配属された。1930年代後半、フランス海軍の増強に伴い、イタリアの旧式戦艦は、 ダンケルク級戦艦への対抗のために徹底的な近代化改装が行われることになり、コンテディカブールは1933年10月より、CRDA 社トリエステ造船所にて、ジュリオチェザーレも同年同月に、ティレニア海造船所ジェノバ工場にて近代化改修工事を実施した。コンテディカブールは1937年6月1日に最終駅、 ジュリオチザーレは4ヶ月遅れの同年10月1日に改装が終了したことにより、カラクも二海軍の新鋭戦艦ダンケルクの収益に間に合わせた。他のイタリア戦艦も順番に大改装を実施した。大改装後のジュリオチザーレ領艦の近代化改装実施中の1939年9月1日、第二次世界大戦が勃発した。この時点における イタリア海軍で作戦行動可能な戦艦はジュリオ・チェザーレとコンテディ・カブールの2隻のみという事態に陥り、そのために本級の重要性が増した。1940年6月10日、イタリアはイギリスとフランスに戦線を布告した。イギリス海軍はアレキサンドリアを拠点とする地中海艦隊に加えてジブラルタルを拠点とする H 部隊を 新編して対抗した。詳細は、カラビリア沖海戦を参照大戦初期の7月9日から、陸軍のリビア戦線を支援する必要が生じた。このため、リビアのベンダジエと向けたイタリア軍輸送船団の護衛に艦隊司令長官イニーゴ、カンピオ王に中将の座上する機関コンテディカブールと姉妹艦ジュリオチェザーレが出撃した。輸送は、無事に成功したが、 キロに連合国軍艦隊との戦闘が生じた。イタリア側戦力が高速戦艦2隻、巡洋艦16隻、駆逐艦32隻に対し、カニンガム部隊は旧式戦艦3隻、空母1隻、巡洋艦5隻、駆逐艦17隻で劣勢だった。カニンガム部隊はイーグルのソードフィッシュで偉い撃を試みたが、イタリア艦隊を発見できなかった。15時14分。 巡洋艦部隊同士の交戦により、カラブリア沖海戦が始まった。15時26分、地中海艦隊機関ウォースパイトは、イタリア巡洋艦部隊に射撃を開始した。15時48分、コンテリカブールとジュリオチェザーレは、衛戦艦ウォースパイトに向けて、発砲を開始した。15時53分、ウォースパイトも、距離23,700メートルで、 一戦艦に対し砲撃を開始した。16時、ウォースパイトの13回目の戦車が距離2万1000メートルでチェザーレをを捉えた。38.1センチメートル砲弾がジュリオチェザーレの機関部に命中、約100名の戦死者、負傷者を出した。火災も発生し、ボイラーのいくつかが使用不能になって速力は26ノットから18ノットへ低下した。 イタリア戦艦は煙幕を展開して、ウォースパイトの視界を遮り、同艦はさらに4正車を行った後16時4分に射撃を中止、目標を巡洋艦に変更した。英戦艦マレーヤは過労死て、ウォースパイトに追いつき、一戦艦二隻が煙幕に覆われる前に5回正車したが、命中弾はなかった。ウォースパイトの視界から逃れたチェザーレは、消火に成功。 機関が6機まで復旧し、速力24ロットを出せるようになった。イタリア艦隊は円幕を展開して交代した。カニンガム部隊もイタリア空軍機に襲撃され、さらに潜水艦の待ち伏せを警戒して、追撃をやめた。この海戦で、イギリス艦隊の損害は、軽巡洋艦ネプチューンが、イタリアの軽巡ジュゼッペガリバルディから命中弾一発を受けて勝破し、 イタリア側は、ジュリオ・チェザーレの他に、従順ボルツァーノが中高警団3発を被弾し、勝破した。イギリス海軍は、イタリア海軍相手の海上戦闘に、大きな自信を得た。カラブリア沖海戦で損傷したジュリオ・チェザーレ8月から10月に、かけて、イギリス地中海艦隊は、マルタ島への輸送作戦を実施し、イタリア艦隊は出撃しても交戦せずに退却した。この頃、 地中海艦隊に新鋭空母が増強されたので、カニンガム提督は空母によるターラント奇襲を起とした。11月12日夜、A 空母イラストリアスから発進したソードフィッシュが夜間奇襲攻撃を完工する。わずか20機程度の服用艦上攻撃機により、ターラントに停泊していたイタリア海軍の主力戦艦6隻のうち3隻が大破着艇した。 このうちコンテディ・カブールは二度と戦線に復帰できなかった。一方、ジュリオ・チェザーレは無傷であった。この空襲により、イタリア艦隊の戦艦戦力は、高速戦艦、ジュリオ・チェザーレと、新鋭戦艦、ビットリオ・ベネトに減少した。まもなく近代化階層を終えた戦艦、アンドレア・ドーリアが訓練を終え、戦線に復帰した。これにより、イタリアの戦艦戦力は三隻となった。 だが、地中海戦線のパワーバランスは、完全にイギリス海軍に傾いた。一方のイタリア海軍上層部は、イタリア艦隊に A 艦隊との対決を避けるようにと命令した。11月中旬、ジブラルタルを拠点に行動するイギリス海軍の H 部隊は、マルタ島への戦闘機輸送作戦を開始した。ビットリオ・ベネトやジュリオ・チザーレを含むイタリア艦隊は迎撃のために、 出動した。続いて、イギリス側のメガバイト級作戦に交往し、再び、イタリア戦艦2隻や巡洋艦船,船隊が出撃した。11月27日、イタリア艦隊と H 部隊の間でスパルティベント、三崎沖海戦が正規した。イギリス側には、空母アークロイヤルがおり、同艦が参戦する前に、海戦は終了した。年月に、 ナポリ港に停泊していたジュリオ・チェザーレは、イギリス空軍の空襲に遭い、爆弾3発の命中を受けて機関にダメージを受け、乗員20名が負傷した。この修理のために約1ヶ月間、ドック入りせざるを得なかった。2月9日、H 部隊がジェノバ軍港を砲撃したので、イタリア戦艦も迎撃のため出撃した。 1941年後半になると、イタリアの戦艦戦力は、リットリオ、アンドレアドーリア、カイオ・ドゥイリオ、ジュリオ・チザーレの四隻体制となり、戦力的に拮抗を得た。さらに11月から12月にかけて、イギリス海軍の大型艦が次々に失われ、地中海に空母がいなくなった。イタリア戦艦は燃料を苦面して、イオニア海で行動した。 北アフリカのトブルクでは、激戦が続いており、イタリア軍は、シルテ湾に輸送船団を送り込む。イアキーの提督が率いるイタリア戦艦部隊は、間接援護のために出撃したが、12月14日に、メッシーナ海峡で、AA 潜水艦アージの来撃で、戦艦ビットリオベネトが損傷し、退却した。イタリア戦艦3隻は再び出撃し、17日に、 イギリス巡洋艦部隊と交戦した。イタリア艦隊は圧倒的に優勢だったが決定的勝利をつかめなかった。1942年に入ると燃料事情は悪化の一途をたどり、イタリア艦隊の中で大型艦の行動は大きく制限を受けた。このため、イタリア艦隊の行動指針として燃料と人員を小型艦や新戦艦へ回し、アンドレアドーリアとカイオドゥイリオは 乗員の数を戦時の維持としては必要最小限に留め、軍港の対空防御や練習下任務に徹した。一方、ジュリオチェザーレは艦内の隔壁配置に問題があるという判断から12月に解約されてアドリア海のポーラ軍港で練習関係宿泊下任務に就いた。1943年7月10日、連合軍はハスキー作戦を発動して、 シチリア島に上陸作戦を完工した。イタリア艦隊は出撃せず、作戦に参加していたウォースパイトでは、乗組員が落胆していた。9月8日、イタリアは降伏した。降伏時、イタリア海軍は、戦艦6隻を保有していた。本艦は残っていた、わずかな乗員により、タラント軍港まで開港し、そこで乗員と物資の補給を受け、マルタ島へと航海して、現地で、 武装解除を受けた。ジュリオチザーレを出迎えたのは、本館に直撃弾を与えたウォンスパイと出会った。マルタ島に集められたイタリア艦隊は1944年6月まで、現地で抑留を受け、この中で、ジュリオチザーレを含む旧式戦艦3隻は、イタリア海軍席に復帰し、シチリア島のアウグスタ港で運用された。ソ連戦艦、ノボロシースク時代の写真。環境の好評に、 全部マストが装着されるなどしたが、これにより130トンの重量増加となった。1947年のイタリアと連合国との平和条約でジュリオチェザーレはソ連への賠償官とされた。1948年12月9日にアウグスタへ開港。同年12月15日に除籍官名は Z11 となる。1949年2月6日に、 アルバニアのブローレでソ連に引き渡され、ノボロシースクと解明された。ソ連海軍時代の艦様の変化は以下の通りである。ソ連製のレーダーを搭載するために、東型環境の背後に全部マストを新設して、そこにアンテナを装備した。同時期に、機関砲をソ連製の3.7センチメートル機関砲に換装し、連装砲がで6機と単装砲がで6機を、 カ板パン上に装備した。同時に射撃式装置もソ連製のものに更新された。館内では、指揮官の修理が行われ、老朽化したディーゼル発電機はソ連製のものに交換された。この改造により130トンの重量増加となり、後部マストの高さを低めたが重心が上昇して、復元性が悪化した。1955年10月29日、のぼろシースクは、 セバストーポリでの事故で転覆した。1時30分に、ノボロシースクの一番砲塔運上側の水中で、大爆発が発生し、浸水により艦首は沈み、艦自体も右に傾斜した。一旦は傾斜は元に戻されたが、水没していた艦首で、再び爆発が発生。停泊時に下ろした怒りをそのままに、艦尾から栄光しようとして、損傷した。 管主部に無理な力をかけるという致命的なミスのため、浸水が拡大。左への傾斜が増大し、上ろしイスクは転覆した。上院608名に加え、他館から派遣された者も44名が死亡した。入港闘病時に病差を引きずり、嫌いに触れたことが爆発の原因とされる。セバストーポリには、第二次世界大戦中のドイツ軍の嫌いが残っており、実際に、 事故後の調査でも、付近で32個の嫌いが発見されている。なお、過去に、同館は、この位置で10回以上停泊しているなど不可解な点が、残っていることから、ロシア市、スプートニクの1993年3月号において、イタリア海軍の元士官を中心とするグループによって、爆破されたとする推測記事が掲載されるなど、いろいろな憶測を呼んでいる。この事故で、 海軍総司令官、ニコライ・クズネッツォフが責任を問われ、解任された。しかしこれは、クズネツォフの責任ではなく、ある種の言いがかりであった。ノボロシースクは1956年2月24日に、除籍され、1957年に不要解体された。ありがとうございます。